とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここのクエストをやっていこうと思います。これ、デイリーチャレンジのネザー要塞ですね。報酬はアーティファクトです。ここのアーティファクトが、これ、幽霊のマントと、雷の杖、炎の矢筒にパワーシェイカー、ですね。デイリー3なので256が出ます。で、俺が持ってるのが、雷の杖251、幽霊マントは254、パワーシェイカー255の炎の矢筒250ですね。まあ、炎の矢筒の256が一番欲しいところですね。でもまあ、全部の256、どれでもいいから出て欲しい感じです。はい、ということで、やっていきましょう。それでは行きましょう。プレイヤーの HP が 30% 減少して、レッドストーンキューブに変わる。レッドストーンキューブ強いんだよなぁ。で、30% 減、厳しいね。で、食料貯蔵、よろしくない。ここは結構難しいよ。で、今日はね、影凸を久しぶりにしようと思うので、まずは、ソウルを貯めます。まずはソウルを貯めましょうかね。うん。そうして、あとあと、影凸で行ってみましょうか。結構厳しいな。あー、やっぱり、冬の指先じゃないと火力が出ない。火力出ねえな、これ。よし、オッケー。ちょっと溜まればね、いけるのよ。ちょびーっと溜まれば、もうちょっとかな。いや、いけるか。これぐらいあれば、多分、二発ぐらい撃てるので、いけるでしょう。装備変えました。こんな感じですね。影の断片、ドラ、タイタンで、覆われた怒り、です。行きましょう。いきなりなんかネームドがいましたね。まずは倒さないと、ダメだからね。いやー、厳しいか。よっしゃ。あぶねえ、あぶな。オッケー。よし。いや、倒せないの？あ、ダメか。毒ダメージじゃ減らせないんだな。あ、じゃあダメだわ。よっしゃ。これ、ほんと厳しいかも。で、いや、そんなに倒せない。そこまで。言うほど倒せないね。でもまあまあいけるにはいけるか。とりあえずよし、オッケー。危な。トゲとかには注意していきましょうか。オッケー。いやこれ、強いけどさ時間かかるな。キャプテン発見。キャプテン発見どこだ。あ、いたいた、お前ね。じゃあ、おお、ワンパンいける。ワンパンいける。問題なし。オッケー、火力の問題はない。で、脅威。ここはね、結構キャプテン居やすい場所なんで、全部取りますよ。いたー。いけるか。あぶねー。死にそうなぐらい効く。オッケー。やっぱ HP が減るのって結構厳しいね。通常では結構ゆっくりめだけども、こういうところは安全ね。うん。ここはあの、鍵がもう逃げまくるから、やりにくい場所だけども、あ、全然見つからず行けて、ここは楽だわ。よし。あとキャプテン4体か。残り4体いるかな？キャプテンいた。ここ厳しいな。トゲ持ってるやつが結構いる。よし、いけた。で、神秘何？略奪者に変わるってやつですね。はい、先に進みましょう。もう急にトゲがいたりするとね、ほんとすぐ死んじゃうのよね。それだけ注意していかないといけない。うわ、厳しそう。おら。で、キャプテンは？ああ、ここか。
おっしゃ、あっぶねえ。あぶねえ、マジ注意していかないと死んでしまう。で、もう一体いるな。どこだ、こっちっすか。あ、いたいたいた。ちょいちょいちょい、オッケー。あぶねえ。ちょっと重力とそれついてるのやめて。で、なんだ、モブダメージ 110%、 厳しいな。これいけるか。まあ、安全に行きましょう。またキャプテンいた。どこだ、あ、いたいた。しゃあ、オッケー。安全にね、安全に行こう。ナイトモード、やばい。いや、でもやばいけども、大丈夫。安全に行けば、行けるから。あ、これで全部か。お、全部取れた。ならば、あとはクリアするだけですね。はい、注意していきまーす。しゃ、あぶねー。抜けてきましたー。これね、影突じゃなかったら、死んでたわ。間違いなく。相当厳しい。影突じゃないと、ここはちょっと無理だったんじゃん。やっぱ安全だね。どのビルドよりも、一番安全に行けるやつは間違いなく影突。クリアできないところがあれば、まずこれをやれば、間違いないですかね。OK。では、行きましょうか。最終戦。まあ、ここも、危ねえ。ナイトモード忘れてた。死ぬとこやった。まあ、あー、でもあいつがいるのか。あいつがいるか。ちょっと待って、あいつ毒ダメージじゃ倒せなかったよね。いける、なんとか。あぶね、よし、オッケー。やべ、あぶねー。とにかく影突を確実に発動していかないと。あー、危ねえ。いけるかな、これ。こいつ HP もね、回復するでしょ。よし、 OK、 いけるか。これでなんとか。いや、減らせない、もしや。いや、全然減らない。え、これ無理なの。いや、じゃあ、え、減らないぞ、こいつ。ちょっと待って。え、どうしろっていうの、これ。よし。あー、無理だ、こいつ。倒せない。キャプテン倒さずに、そのまんま来ました。もうこれで行こう。いやー、でもダメージ入らなかったの、びっくりしたな。まあ、次は倒せるでしょう。別に変更点もついてないし、大丈夫でしょう。やっぱナイトモードとかきついね。本当に。最近よくつきすぎる。あれ来るとね、もうなんかちょっと終わった感があるんだもんね。普通にやるとさすがに厳しいです。OK。そろそろか?そろそろ出ておいで。あ、来た来た来た。行きましょう。じゃ、ちょっと待って、減らなくない?ちょっと待って。待って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 。え、無傷じゃん。ちょっと待てよ。え?いや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 。いや、ダメージゼロ、ゼロよ。つまり、どういうこと?待って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 。お前無理じゃん。いや、勝てないよ。もしや毒が効かないってこと?無敵なんだけど、あいつ。ちょっと待って、装備変えよう。毒が効かないのかもしんない。ならば、ちょっとパワーシェイカーでちょっと行ってみようか。そんなことある?毒効かないとかさ。いやー、さすがに。いや、でも、ダメージゼロだもんな。行きまーす。ちょっと待って、倒せない。
え、倒し方あんのこれ。いや、ダメージが通らない。え、なんでだ。え、ちょっと待って、え、なんか仕掛けがある。いや、なんもないぞ。え、ちょっと待って、ダメージが通らない。無敵なんだけど、あいつ。ちょっと待って、氷攻撃をしないとダメとか。どう。え、いや、聞いてないよ。ちょっと待って、わかんない。倒せないんだけど、こいつ。通常攻撃はダメ。いや、無理だ。通常攻撃も通らない、全く通らない。どうやって倒すんだこれ。わかんない、アップデートで変わったんだか、倒し方が。いや、ちょっとわかんない。わかった、これ、こいつ下に落とせばいいんだ。落とせるでしょ。ああ、俺が落ちてどうする。これ落とせば、ノックバックしてる、してる。落とそう。よし、やった、いけた。そういう勝ち方。いやー、まあ正規の倒し方が全くわかりません。報酬見てみましょう。それでは見てみましょう。頼む、ニゴロ。あー、254のパワーシェーカー、ダメだ、パワーが落ちましたね。はい、ということで、今日はデイリークエスト行きましたけども、まさかの、無敵の敵が出てきました。あれ、倒し方なんかあるんですかね。全く周りにスイッチとか何にもなくて、なんかやり方も別に思いつかず、もう落として倒すっていう最終手段になりましたけども、いやー、難しかったな。あれ、なんか倒し方あるなら教えてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。